どうも、バットです。2023年も8月が終わり、まもなく9月というところ。9月の東京ディズニーランドシーのイベントといえばやはりハロウィンですよね。1年でパークが最も盛り上がる季節の1、2を争うレベルで人気な季節であるのは皆さんもご存知のことかと思いますが、ってことはつまりパークが混雑しますし、日によってはある一定の場所で大混雑が起きたりする可能性があります。実際パークに入ってみて、ここなんでこんなに混んでるの？なんていう風にならないように、この動画でまとめて事前にチェックしていただけたらと思いますので、行く予定のある方や興味のある方はぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルでは今後のパークについてやディズニーを感じられるような動画を発信してますので、チャンネル登録をしてこれからも見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。この動画でお話しする内容はこちら。9月のイベント&発売日チェック、休止&再開情報、混雑日チェック。いつものように動画をトピックごとに分けてますので、よかったらご活用ください。また混雑日に関しては予想になるので、一つの参考程度に聞いていただけたらと思います。では1つ目、9月のイベント&発売日チェック。カレンダーを使って順番に見ていこうと思います。まずは9月1日ですが、ディズニーハロウィン関連や秋の新メニューが多く登場します。加えてハロウィンスーベニアも9月1日から登場です。ハロウィンのスーベニア購入に関してはスタンバイパスなどはないのでご安心ください。私は個人的にこのポップコーンバケットを狙ってます。スーベニア詳細は説明欄の公式リンクからご確認ください。続いて9月4日は東京ディズニーシー開園22周年のグッズが発売となります。スタンバイパスは不要です。今回はエレクトリックレールウェイがメインアートのデザインになってますね。9月7日は C でダッフィー系の秋グッズが販売開始です。さすがにダッフィー系のグッズ販売に関してはショップの入店にスタンバイパスが必要になるので、店舗は事前にチェックしておきましょう。一覧をこちらに載せておきます。スクリーンショット推奨です。9月14日はいよいよディズニーハロウィングッズが販売開始となり、一部店舗がスタンバイパス対象となります。一覧がこちらですので、この日程で行く方は先ほど同様把握しておきましょう。それに加えてこの日はおそらくスニークでエンタメなどが報道向けとして公演されると思われるので、要警戒です。9月15日、この日から本格的にディズニーハロウィンスタートです。9月21日、大量に新作グッズが販売開始となります。スタンバイパス対象などは特にありませんが、グッズの中にヴィランズ関連のものがあるので、もしかしたら一部で人気が出るかもと勝手に思っています。9月29日、この日は C の貸し切り営業があるため通常の運営時間が短く、閉園が18時30分になっています。ですので日付選びには要注意です。ちなみに私はこの貸し切りに行く予定ですので、その模様などはまた皆さんにシェアできたらなと思っていますので、お待ちください。では2つ目、休止&再開情報。東京ディズニーランド C で9月中に休止したり再開したりする施設の情報をまとめてお伝えします。まずは全体として9月7日からスカイフルオブカラーズ花火がようやく再開です。では続いてランドのアトラクションから情報を見ていきます。9月はバズライトイヤーのアストロブラスターとスイスファミリーのツリーハウスは丸々休止期間です。9月4日からビーバーブラザーズのカヌー探検が再開、14日からホーンテッドマンションがハロウィンからクリスマスまでの期間限定バージョンホリデーナイトメアで運営が再開となります。9月4日から13の10日間だけガジェットのゴーコースターが休止、9月15日から It's a Small World が休止、9月19日からロジャーラビットのカートゥーンスピンも休止です。次にその他の休止再開情報ですが、9月1日からミッキーのトレーラーが運営再開、9月14日からエントランスのグリーティングが再開です。こちらおそらくエントリー受付になると思います。続いて C の情報を見ていきますが、 C の休止再開情報はかなり少なく2点だけです。9月丸々フランダーのフライングフィッシュコースターが休止、29日が貸し切りのため通常営業時のビリーブと花火がありません。では3つ目、混雑日チェック。こちらもカレンダーを使ってチェックしていきますが、
イベント情報は1つ目のトピックで把握できていると思うので、そのあたりは省いて、特に混雑が見込まれる日付をお伝えしていきます。そんな時に使うのが動画投稿日時点でのチケットの販売状況なんですが、一通り見てみると一部の研修ですでにそこそこはけている日にちがあったので、その日程に印をつけます。見事に週末って感じですね。今の時点ではハロウィンなどあまり関係なく土日は混雑するという感じですが、9月16、17については3連休の初日と中日というのもあって、両日ともチケットの減りが早い感じでしたね。またこの3連休はハロウィンイベントが始まって初めての週末になるので、9月の中でもトップクラスに混雑することはほぼ確実かなと思います。チケット販売状況は日付が近くなればなるほど精度が上がるんですが、遠くなるほど精度が落ちるので、そのあたりまた日付が近くなってきたところで公式サイトから販売状況をチェックすることをお勧めします。その他の日程で注目したい日付もいくつかあるので紹介するんですが、9月29日は C の貸し切りがあるので、普段の金曜日に比べたら日中は多少空いているのではないかなと思っています。また9月は学校行事が再び増えてくる季節ですので、月曜の振り替休日も警戒が必要です。特に9月11、25あたりに行く場合は振り替休日で人が多い前提で遊びに行く計画を立ててください。カレンダーに印がたくさんついてますが、9月の注意日プラス混雑日はハロウィンスタートもあって8月よりもかなり多くなっているので、行く予定の方はしっかり把握して遊びに行ってください。ということで今回は2023年9月ディズニーの注意日程プラス混雑状況についてお話しました。混雑については予想になってしまうので参考程度にしていただけたらと思うのですが、発売日、スタンバイパス、休止、再開情報などは確実に把握しておいた方が良いので、ぜひご活用ください。実際9月に入ってから9月1日だったりスニークだったりと要所で必ずパークへは行く予定ですので、また皆さんに状況を動画でお伝えします。知りたいことがあれば気軽にコメントください。そして私がパークに行った時の雰囲気だったり写真はインスタグラムの方でアップしておりますし、速報レベルの最新情報については X を主に使っていて、 TikTok や Threads のアカウントもあるので、 YouTube に加えてそれらの SNS の方もこれからチェックしていただけると嬉しいです。最後になりますが、遊びに行く予定のある方は最低限の感染症対策なども考えつつ、目いっぱいパークを楽しんでくださいね。この動画が少しでも参考になりそうだと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録下の方からぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。